畑。美味しそうなジュースあったわ。グラスで飲む。まるでスイカ。飲んでいいですか？うん。鉄だってスイカ好きだと思った。まあまあまあ。じゃあいただきますね。はい。うん。おお。どうも飲みな。はい。鉄がスイカ好きだから。はいはい。買ってきた。まるでスイカ。タピオカ合うの？チアース。畑にお任せあれです。はい、はい、見覚えのあるところですね。いやそうですね、いつもの公園ですよ。今日は何でしょうか？こんな近くにも困ってる人いるんですか？確かにいないよな。いないです、いないです。いる、いない、どっち？いない。じゃあ帰ろうぜ。なんでしょう。トイ君、はい、今手に持っているものは何ですか？じゃーん、縄跳びですね、はい、今回の畑にお任せあれはですね、どうしても縄跳びが飛べるようになりたい女の子が開催してくれました。縄跳びを飛べるように我々がレクチャーするという。おー、できるかな俺に。不安だぞ。私運動神経クラスで2番目に悪いとかそういうレベルの人ですからね。じゃあ一緒に頑張りましょう、はい、今日は縄跳び得意だもんね。そう、テツが縄跳び一番上手いから頼むよ。引っ張ってね。頼むよ、まあ、本当に。俺もガヤしかできないよ、多分。じゃあ、今日の依頼者さんに出ていただきましょうか。はい、では、どうぞ。おー、早速縄跳び持ってるし。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トマトなんですけど、はい、そう、縄跳びがまだあのね、一回一個で、うんうん、一回しか止めなくて、こんな感じだよって教えてもらえたら。お任せあれ、お任せあれ。よろしくお願いします。はい、お願いします。お名前がゆうなちゃんといおりくん。ゆうなちゃん、いおりくん。イエーイ、イエーイ、イエーイ。じゃあ縄跳び早速やっていきましょう。はい、縄跳び好き？じゃないよね、飛べない、うん、確かに飛べないもんね。じゃあ好きになろうか。じゃあ縄跳び普通に飛んでみる。え、いいよ。え、いいよ。おお、全然いいよ。それでさ、うまいことね、うん、もうすぐ、もうすぐ。ああ、まあそっからね、もうだんだんうまくなる。それができてれば十分よね。見本見せるよ。あんま変わらんな。おい、すごいですね。すごいね。え、こんぐらい飛べる友達いる？あー、いるんだ。どうやって飛べるようになったんだろう。あ、そうそう、俺はね、それやってた。じゃあ一回それやってみるか、はい、うん、じゃあずっとこうやって回してみて、ジャンプはしなくていい。おお、あー、これ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 、いいね。そう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 、それと前にこうバッチンってこうベターンってなるときにこれジャンプしてみる。ジャンプ。おー、いいよ。そういう感じ。あ、それ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 。あ、そう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 。すごいすごい。それをもう楽しいね。そう、めっちゃいいよ。こっちも回すんだけど、こっちも一緒にこうやってぐるんぐるんって。おお、そう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 。え、いいいいいい。そう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 。飛べるんじゃない？ぐるんぐるんってやってて、ペチンジャンプ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 。これをやってみよう。うん。お、いいぞいいぞ。あ、今一回飛べた。今一回飛べた。疲れたし、一回ブランコでも行く。え？どこ？そこにあるんだよ、ブランコ。練習だけしてても疲れちゃうからね。うん、遊ばないと。いくよ。よいしょ。あんまり揺れないやつだよ。あんま揺れないやつだな。ゆなちゃん、揺れる方が好き？まあ、別にこれでもいいけど。お母さん、ゆなちゃん、将来、いいツンデレになりますね。はい。ツンデレの素質がすごいですね。さっきのおさらいみたいなのして、両手でグルグル。あ、さっきよりうまいぞ。マジでやばい。え、さっきよりうまいぞ。おーおー、うわ。え、で、もうグルングルンを、もうずっとクルンクルンってやってるイメージ。うわ。あ、2回目が良かったね。2回目、2回目良かったね。ゆうなね、本当は砂男でやってないんだよ。あのね、片足夢のところ。はい、おー、そうそう、そのペースで。
おーおーおー、できるわ、いけるわ、天才だ。2回できたよ。タナッチ的には100点あげちゃうんだけど、トップ的には120点あげちゃうんだけどね。もうトゥイ的には頑張りシールあげちゃう。トゥイが先生だともう頑張り票つけられる。できたわかんない。でも実は2回できたってことはもう飛べるってことなんだよ、うん、今できてたよ。でも飛べるようになってんの。なってなってる。忘れたらさっきのやつ思い出せば大丈夫だから。もうね、おじさんたち次の場所に行かなくちゃいけなくなっちゃって、バイバイしなくちゃいけない、うん、縄跳び今日できたからどうだったっていう感想を聞きたいなって思って。どうだった言った縄跳び。わかんないよね。わかんないよね。まあでも間違いなく2回ちゃんと飛べてたから、10回とかもうとんでもなく縄跳びできるようになったら店に来てありがとうございましたって言って終わろうかな。カメラにありがとうございました。ありがとう、ありがとう。え、すごい。気になった。何？タナッチに連絡する？10回飛べるようになったって。すごいね。はい、車の中からこんにちは。今現在我々はですね、車を2台所有してまして、今運転しているオデッセイとハイゼットカーゴっていうね、あの白い荷物をたくさん運ぶ車があるんですけど、以前モルカーになったりしたあの車なんですけどね、あの車を実は大改造しております。その大改造が終わったので、まあ、今迎えに行ってるわけですね。どういう改造にしてるかっていうのは、まあ、みんなには話はしてるんですけど、実物を見るのはまあそれはもちろん初めてということで迎えに行きましょう、はい、ということで車屋さんに着きましたのでちょっとお伺いしましょう。すげえ。ちょ見て、やばいって。あんな真っ白だったカーゴがこんなに緑に。今回あのお願いした内容がここ真緑にしてほしいっていうのと、名前を入れてほしいっていうのと、あと QR コードですね。 QR コードを入れてくださいと、あの注文しました。完成しました。はじめ社長の畑宣伝カーでございます。ありがとうございます。これを運転して今から帰ってみんなにお披露目したいと思います。タラッチはいつ髪染めるね。え、変わろうよ。やっぱツートーンだよ。ツートンタラッチ2色。2色、黄色緑。うわまあでもちょっとイカれた色にしたいな。おお、透明とかないんかな。パッと見坊主なんだけど、またパッて触ったらあるってなるやつ。マトドなんで黒にしてますよ。痛みすぎて。おー、あー一回リフレッシュね。うわ、なんだ、テスから電話来たわ。うわ最悪や、最悪や。一回出るか迷う。もしもし、なんだい、みんなおる。カーゴがさ、なかったやん。残った。大改造大作戦ということで、まあ、カーゴを改造してもらってたんだけど、今乗って帰ってきました。おお、もう今近くに止めてるから、はい、シャッターのところでさ、ちょっと待っててほしいんだけど。え、どうやって待ってればいい。普通に構えて。普通でいいの？右足だけハの字にしとくとかできるけど。じゃあまああのおのおの好きな体勢で待ってて。うわ、はい、そんな難しいことやるの？組体操で。改造ってことは良くなってんでしょ。わかんない、もうめちゃくちゃちっちゃくやってもういるかもよ。いやすごいよ、結構長い期間なかったからね。超不便だったもん、マジで。え、なんか見えるよ。嘘でしょ。嘘、俺下見とこ。そうだよね。あ、なんか聞こえてきた、エンジン音。何？エンジン音は改造してないの？エンジン音近いぞ。近いな、近いぞ。もう止まってねえぞ。手前に止まりました。はい、よし、じゃあ行くか。はい、せーの。うわっ、めっちゃ見えた。おー、え、ちょっと待って。うわー、すげー、すげー。
え、ちょっと待って待って待って、え、マジ？あ、すげえ、全方位に QR コードあるぞ。うわ、帰ってきましたよ、我々のカーゴが。すごい、しかもちゃんとチャンネルアートのあの緑の色まで再現されている。やばい。え、これちゃんとさ、俺らのチャンネル行くよね。テスの個人チャンネルとか行かない？それひどいよ、本当に。おいった、顔も印刷すればよかったな。確かに。もうでももっと早くてもいいな。貼れる、貼ればいいのか。貼ろう、貼ろう。みんなの顔素材貼ればいいんじゃない。ちょっとドライブスルーとか行く。これでマックとかスルーしてみれば。あ、じゃあちょうど今昼時です。確かに、マックでも行く。うぅあ、ケースケだ。あ、おはよう。どうよ、ケースケ、これいいね。かわいいよね。かわいい。今日から我々の相棒と。はい。おう、俺たちのゴーイングメリーゴー。うわ、みんなよかったらバンバン盗撮してください。そのためのね、はい、いや、そう、これはぜひ撮ってください。これに限り盗撮大歓迎で、ま、盗撮中間違えてこれ読み込んじゃって、あのチャンネルいっちゃうかもしれない。確かに、確かにね。そしたらま登録してくださいよ。帰ってきてるとさ、すっげえ見られたよ、やっぱり。やろうな。後ろの車のカップル笑ってたもん。ドライブスルーでも行ってみろ。行きましょう。ドライブスルーで店員さんに笑ってほしいな。笑ってほしいね。渡す時笑ってるわ、後ろの女性のドライバーも。来た。さあ、やってきましたよ。メニューこちらご覧になられますか？ありがとうございます、はい。致命的なことに気づいたんですけど、これ多分見えてないっすよね。近すぎてね。あ、近すぎて。はい、緑、この辺の緑見えると思うんですけど、多分ここあんま見えてないっすよね。来た。いや、はい。あ、はじめ、はじめですね。はい。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。早速効果が現れた。ありがとうございます。気づいてもらえたね。よし。効果ありや。